1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中にはいろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日。9月28日、世界狂犬病デー。細菌学者で狂犬病ワクチンの開発者でもあるフランスの生物科学者ルイ・パスツール博士の功績を称えるとともに、同志を偲んで狂犬病予防連盟が期日となる9月28日に記念日を制定しています。狂犬病は人を含めた全ての哺乳類に感染し、発症してしまうとほぼ死に至ることから、狂犬病の恐ろしさや対処法などの認知を広めつつ、その撲滅を世界的に呼びかける活動が続けられています。プライバシーデー。1964年9月28日に日本で初めてプライバシーの権利を認めた判決が下されたことにちなんで記念日が制定されています。きっかけは三島由紀夫氏の小説宴の後のモデルとされた有田八郎元外務大臣が、その内容から作者と発行元の新潮社を訴えていたことに起因。裁判では東京地裁がプライバシー侵害を認め、三島由紀夫氏に損害賠償を命じる判決を下しました。またこの裁判の判決でプライバシーという言葉が使われたのをきっかけに、日本でも人格権が認められ、言葉としても定着するようになったと言われています。ゴミ戦争宣言が行われる。1971年9月28日、当時東京都知事だった見延良吉氏がゴミ戦争宣言を行いました。1950年代半ばに高度経済成長期を迎えた一方で、東京都内では日々大量に排出されるゴミ問題が深刻化していました。都内にはいくつかのゴミ焼却炉があったものの、噴煙などが問題視されており、代替案として1960年代初めには江東区の湾内に埋め立て処理が開始されますが、10年も経たないうちに埋め立て処理は限界を迎えてしまうことに。打開策として都は各区に清掃工場を設ける提案を行いましたが、杉並区は住民妨害により清掃工場の建設が頓挫。実際に都内から出るほとんどのゴミ処理を行っていた江東区は杉並区の態度を問題視し、杉並区からだけのゴミの受け入れは拒否しました。合わせて江東区側から提出された地区内で処分場を持つという原則に賛成か反対かを問う意見書を受け、都が主導で解決に乗り出すゴミ戦争宣言が発動される事態にまで問題は拡大することとなりました。その後、東京都行政の指導により改めて全区での清掃工場建設が決定され、ゴミ戦争は沈静化されていきました。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日。今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。